時刻6時11分になりました。 11月27日金曜日、今朝のコメンテーターは、九州大学大学院准教授、瀬照久さんです。瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、東京は、あの、昨日は急に寒くなりましてね、ね今、10度な、まあ、十度でもちょっとひんやりしてますが、はい、昨日は6度台でして、そうですか、えー。福岡いかがですか福岡もそうですね。あの、<え>私、昨日の夜、福岡出て、東京来たんですけれども、<え>昨日の夜、空港の前のあの、温度表示が、<え>やはり福岡でも夜6度です。 うわぁ、こ<れ>福岡もやっぱりそうなんですね、福岡も寒かったですね、ええ、寒いんですね、はいはい つい先日までお相撲がね、福岡行われてまき昨うも空港にお相撲さんが何人かいらっしゃいましたね、まだ。そうですか、これからというか、巡業がね、まだあるんで、ここからその巡業に向かうということなんでしょうけれどもね、お相撲見に行かれました。見に行ってないですけど、だけど福岡、やっぱり街にお相撲さんの姿が見られると、もうすぐ年賀状の季節だなて言いますか、年末になってくるんだななんていう気がしますね。風物詩 はい、えーえーはい、さあそれではですね今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますえ瀬さんに話を聞くこのコーナーいきましょうニュース目玉焼きまずはこのニュース「日本経済新聞官民いびつな協調設備投資10兆円増賃上げ今年以上に」 経団連の坂木原会長は昨日、政府が開いた官民の対話で、設備投資を3年間で10兆円増やすことが可能で、来年は今年を上回る水準の賃上げに期待するとの考えを表明しました。 経済界の姿勢を踏まえ、総理官邸は、法人税の実効税率を2016年度に20%台まで引き下げる検討を指示、個々の企業判断で決めるはずのこの投資、あと賃金の水準にですね、異例の言及をした経団連に政府側が政策で応えたという形になりますが、まあ、これがいびつな協調なのだと指摘する声があります。こ、ね、これれいかかがででですすすそうねね経団連の方は 政府に対して、えー、なですか、このこ9つの環境整備っていうのをぶつけてるんですね、はいえー、例えばあの、労働規制の緩和とか、安価な電力ですか、はい、または研究開発減税とかですね、まあ、またはこの法人税もそうですけれども、こういうのをあのい やっぱり要求ぶつけてるんですね、はい、で,ですので、例えば労働規制の緩和とか、ですねこ、えー、ういうふうにあの一般国民の生活を悪化させるようなことっていうのを要求してますので、えー、まあそれと引き換えだったら賃金上げてもいいよぐらいの話なので、えー、まあそうなると、実は国民の生活っていうのは、逆に不安定化する可能性もありますので、十分9つだから、えー、経団連側から政府にやってねっていうふうに言ってるわけですね。そ,すねねえー、それが前提 条件であるというふうに昨日の官民対話では言ってたみたいですね。でまた政府は政府側で例えば設備投資やってね賃上げしてよねいうふうに言ってるわけですよね。これ確かに歪ですね。あの本当だったらあの賃上げなんか労働組合が要求すべきなんでしょうけれどもまあ今は政府が言うということですね。まあ一部の声ではその社会主義国じゃないかっていうね言ってる人もいるようですけどもただまあ政府としてはですけど。 やはり、なんですか、もっとあの国内にこう、えー、企業が投資したくなるような環境を作ると、はいまあ、それは何よりもそれはやはりデフレ脱却して、えーえー、日本の一般の人々がこう国民、あのなんて言いますか、こうお金をです、ねはい、安定的にこう長期的に使えるような環境を作るっていうのが一番最初だと思うんですけれども、えーまあ、あんまりそちらの方はやらないと、雇用対策とかきちんとしないで、えーえー、賃上げをしろと、うん、口で言ってもです、ね、えー、やはり経営者 としても株主に。突き上げられちゃいますので、今の時代ですね。はい、ですから、やはり。あの、あんまりこう政府が言っても。 経営者としてもそちらのが望ましいと思っても動けないと思うんですね、ですので、政府はきちんと国内で経済がもっと活性化するような、一番はデフレ脱却ですね、そういうような対策というのはきちんと取っていくというのが先だと思いますね恐らく政府の主張として、いや、そのデフレ脱却のために設備投資と賃金を上げるんですっていうふうに言うんでしょうけどね、言うんでしょうけどね、ただ、もうかる見込みがなくて、設備投資をする。 ってわけにもいきませんし、賃金上げるってわけにもいきませんので、あの、国内でもう安定的に、あの、ビジネスができるという、なんかそういう状況を作っていくべきだと思うんですね。そうですね。あとはその企業って言ったって、大企業は儲かってていいかもしれないけれども 99.、99.7%日本の企業が中小ですから、じゃあそこが儲かってるかって言ったらそうでもないし、そうですね。あと人繰りも大変のようですしね,ね。えー、そう思いますね。えー、ですから、賃金上げるって、まあ,あ、政府に言われて、 まあ、少しでもですね、はい、まあ短期的でも上げるってことは、大企業はできるかもしれませんけど、中小企業はできないですからね。えー、<laughs> そんなことしたら、えー、本当にあの、経営うまくいかなくなっちゃう可能性ありますので。えー、はい。続いてはこちらです。読売新聞、軽減税率、インボイス導入決定。 政府与党は昨日2017年4月の消費税率10%の時に軽減税率を設けるのに伴い、請求書などに税率や税額を明記するインボイス、税額表のことなんですが、これを用いた経理方式の導入、正式に決めました。法律による義務付け20年度以降で、その間は経過措置として現行方式をもとにした簡単な方式を認めるということです。懸案となっている飲食料品などの軽減対象品目、 え、この線引きが決まれば、え、10月、12月にまとめる与党の税制改正大綱、これに盛り込んで、え、これを受けて財務省が、ま、細かな制度を設計するということですね。ただこれよくラジオ機の方もお聞きになるかと思うんですが、例えばお刺身、これが1種類だけだったら生鮮食品。でも2種類以上、例えばマグロとヒラメなんて乗っかっちゃうとですね、え、これ加工食品扱いになるとか、そういうことも言われてまして、まあ、消費者には非常にわかりにくい線引き。え、これで、え、議論をくすんでいる 軽減税率なんですけども、まあこの軽減税率その前の、えー、果たしてその2017年4月に消費税率10%に上げていいのかどうかっていうのも含めてこなりつせさんいかがですか。これはやはりあの10%上げないのが一番ですね。はい、これ上げたら本当に日本経済もう完全にあのもう不景気が定着してしまうんじゃないかと思うんですね。はい、もう取り返しがつかないことになると思いますので、はい、私としては消費税率10%っていうのをこれをあのやめて、はい、でこの軽減 軽減税率の話もそうなると、議論しても無駄っていうことになる可能性があるのではないかなと、えー、そちらのほうがいいと思いますけれども。でもこのところ、もう軽減税率、効かない日はありませんよね、それもですから、まあこれちょっと批判くるかもしれませんが、なんかこう、あの手この手、話題をいろいろこう出して、ねえー、これ、軽減税率を決めてやったぞっていうですね、えー、あの政党としては手柄にしたいんですね。そうですよね、はい、国民に何とか がすり込むぞと。そう,、ね、うようなのが見え目だなって感じるん。ですよね。一、ね、つはもう十パーセントっていうのをみんなに受け入れさせよう。もう一つは、あの自分たちが軽減税率を導入してやったんだ。っていうですね。えーはい、なんかそういう。あのまあ、半ば選挙対策みたいなところがあ<ー>。<laughs> あると思うんですね。あ,あと今回この、あ,あの新たに出てきたのがですね。この政府自民党。軽減税率制度について、低所得者対策として。うん、あらかじめ政府が一定額を入金したプリペイド。 これを配って、買い物の時の負担を緩和するという、新たな制度案の検討に入ったと、これ、別に決まったわけじゃないんですよ、だからいろんなアイデア出して、これは良さそうだとかね、まれわだったら単純に考えると、いや、もらえるもんだったらもらっといた方がいいし特にその低所得者の方々っていうのは、そういう。 気持ちになりますよねそうですけどね。えー、ただ、このプリペイドカード案って、まあ、あの、突然出てきた感じもしますけれども、はい、これ、低所得者の方にプリペイドカードを配って、はい、で、それをレジでかざしてっていうことなんですけれども、えーはい、これは、やはり、あの、レジでですね、プリペイドカードを出したら、低所得者だっていうのが分かってしまうってことになると、<ー>これはやはり、なかなか私は、ちょっと問題あるんじゃないかなと思うんですね。えー、なかなか使いにくいでしょうし、えー まあやはり人の目気になりますし、すね、まあちょっとこの案はあんまりよろしくないんじゃないかと私は思いますけれども。あ、の、の今の生産のお話だったら国民全部に配ってね。そうですね。えー、はいでっていうんだったら分かります、ねえー、そうした方がいいと思いますね。国民全員に配って、えー、で、まあ、あの、なんですか、税率の方は何かこう、はい、あの、カードが外から分からないようにしておくとかですね、えー、何かそういう配慮が必要じゃないかなと思うんですけれども、ね。はい。でもこのところカードが流行ってまして、マイナンバーカード。そうです、ねえー。あとプリペイドカード。<laughs> はい 何か繋がってるんですかねこれ。なんですかね。なんかそういうカードをやる、えー、何かそういう業界カードを作る業界とか。えー、ですね。なんかこうカード読み込むそのね端末これも配備しなきゃいけないとか、はい、よく言われてますよね。えーえー、まあ確かにそのこれが設備投資繋がってでもこれ一部ですよね。<laughs> はいそうですね、えー。何かちょっとこう消せないところもあ、えー、まあ便利は便利ですが、ね、便利は便利ですからね、えーえー。でも便利のその逆の方には まあ犯罪の、ね、危険もあるわけでしてこの辺りがちょっと心配なところでありますよね,すね、はい、続いてはこちら「日本経済新聞1億総活躍保育・介護施設100万人分増」。 政府は昨日、安倍総理が掲げた1億総活躍社会実現への緊急対策決定。育児や介護に関わる人が仕事を辞めずに両立できるように合わせて100万人分の保育介護施設の整備打ち出しました。また、働く人全体の懐を温かくして、個人消費の喚起につなげたいと、最低賃金を毎年3%程度ずつ引き上げて、2020年頃に1000円にする目標を明記しています。まあ、こういった ところはまた後ほょうどお話もおいただこうかと考えてるんですが、まあ安倍政権少子高齢化に歯止めかけてですね、50年後も1億人規模の人口、まあこれを維持した活力ある社会を目指すと緊急対策その第一弾だというんですね。えー、これはなじおきの方もご存知かと思いますが、安倍政権新三本の矢、出生率1.8の実現、介護離職ゼロ、GDP600 兆円これを掲げているわけですね。えー、まあ現時点ではその対策への安定財源なんかがじゃあどう。 なるんだとかいろいろまだ見えない部分が多いんですが、うん、何かこう聞くと、ですね視聴率1.8、まあ、今1.42とか言われてますから、はい、あとは介護離職0、それはゼロになることは好ましい GDP600 兆円、うん、今490兆円ぐらいですから、はい、でえ増えるのもよろしいなと思うんですがこのあたりいかがですか。 そうですね。あの、まあ、あの、まあ、あの、いいところ、いい、あの、政策も中に含まれてますし。はい、いや、これは注意しなきゃいけないなっていうのも、結構含まれてるとも思うんですね。えー、私は、この、あの、介護の、もう少しですね。えー、あの。 国の金を使っていくっていうのは、私はいいと思うんですね。はいえー、た,ただあの、その時にですねあの、介護離職ゼロと言いながら、例えば、その働く人々があのフレキシブルな、はい、あの働き方ができるようにしようなんていうのですね、そういうような文言が昨日出た、この案にはですね含まれていてで、またそうなるときっとあの正社員のですね、はい、何か権利を削っていくような、 あの、改革っていうのが行われるんではないか,とかです、ね、と、えー、フレキシブルっていうのは、自分がこの時間働きたいっいうのを選べるというか。うで,ねはい、で、そうやって非正規をますます増やしていくようなことに使われないだろうか、とですね、えー、あの、フレキシブルで多様な働き方をとかっていうのが入ってますので、ですからなんか、あの、少し注意しなければいけないところもあるんじゃないかなとも思,思いつつですね、まあ、ただその介護を、これから、あの、段階の世代の方々などがですね、まあ、あの、介護を必要となる世代になっていくと、まあ、介護本当にこれが大変 そんな時代になっていきますので、はいはい、まあその意味で、あの介護にもっとあの注目していこうと、いうのはあのまあ賛成ですね。はい。はい、以上ニュース目玉焼きでした。時刻六時二十九分です。 今朝のコメンテーターは九州大学大学院准教授瀬照久さんです。この時間は瀬さんに詳細が国民に説明されない TPP についてお話を伺います。政府はおととい TPP 関太平洋経済連携協定交渉の大筋合意これを踏まえて総合政策大綱を策定しました。農業については輸入増の影響を受ける農家の保護策打ち出す一方、農産品のこの輸出これを促す攻めの農業これを掲げて え農林水産物の輸出額、2020年に1兆円とする従来の政府目標の達成、これを前倒しすると言いました。TPP については結局臨時国会開かれないことが決まって、まあ来年の早々ですね、1月4日と言われてますが、えー、もう通常国会からスタートというようですがね、はい、まあこのあたりも含めていかがでしょういや、この臨時国会開かないというのは、えー、私はちょっと驚きでしたね。驚き。はいはい いやー、臨時国会って大体もう秋に開くのがもう慣例になってますので、はい、で今回開かなかったのは2005年以来10年ぶりだったんですね。 まあ、ですけれども、この TPP については、やはり今はもう全然説明が足りないと思うんですね。えー、でもう各県であの JA の大会などが行われてますけれども、えー、まあ大体あの農業の人たち、みんなもう大不満というか、大いに不満ですね。えー、不満を持っていろいろ議論してると、政府に対して要望を出してる、でそういうのを全然あの国会で聞かないっていうのは、やはりこれ、民主主義の精神に反してる感じが多いにしますね。えー、でこれ政府はあの11月10日 11日に、まあ、あの2日間にあの閉会中審査っていうのをやったんですね、はい、あの衆参両院で閉会中、えー、あの国会開いてない時の審査っていうのをまあやったんですけれども、この2日間で TPP に関する議論は出尽くしたというふうにあの言って、 出たらしいんですね<ー>でこれはやはりまずいと思うんですね、全然議論で尽くしてないので、えー、でその時のまたあの、臨時国会を開かない理由が、例えば安倍首相の外遊合意、日程が合わないとかですね。はいえー えーまあ、そういうような議論だったんですけれども、これやはり国内よりも国際社会の方ですねあの、何か重視しているような感じがしてで、これからまたですね、TPP に関連して、おそらくどんどん国内法の改正とかが始まっていくと思うんですけれども、えー、おそらくですね、もうこれはもう TPP で決まったことだからとかですね、諸外国と約束したことだから、えー、TPP は国際公約だからとかですね、なんかそういうあのもう決まったことだから、 国際公約だからっていう言い訳を使って、えー、まあ国内の議論を封じ込めていくっていうのがもう、見え見えですね。でまあ、もうコップ2 1でまたね、安倍、えー、総理は。はい パリに行くんです外遊は忙しいのは分かりますけども、はいえー、でも、国内が大事ですよ、ね、いやそう思いますね、えー、もう安倍さんの正当性といいますか、政治的な正当性というのは、やっぱり国内できちんと選ばれて、はい、国内の民主主義から出てきてるんだっていう方ですので、えー、の国際社会の方ばかり重視してもしょうがないですね。うん、あと、政府、合意された条文についてもちゃんとフォローしていないようだということですよ、ね、これ、私、大いに問題視してるんですけれども、えー、これは、の。うん まあ条文ですね、はい、これ、あの概要はあのホームページで見ることができるんですけれども、はい、TPP、はい、の合意内容について、合意された条文というのが11月5日にあの公開されたんですが、えー、これ、英文で2000ページ以上あると、<ー>えーまあ、それぐらいの文書なんですけれども、えー、これ、概要というのしか政府は作ってないんですね、日本語で。 条文全体については、これはあの、まあ、あの、英文のまま読んでくださいというような形で <laughs>、えー、乗っけてるだけなんですね。ですので、あの、で、概要というのはですね、97ページしかないんですね。はい、ですから、あの、まあ、20分の1ぐらいしか訳されてないと。えーうん、これじゃ議論できないですね。はいえー、ですので,で、それに私が心配するのは、この政治家、 もうですね。えー、または、実は官僚もですね。えー、きちんと全体を読んでる人ってのはほとんど日本にいないんじゃないかっていう感じがするんですね。で,すねえー、で、これ、官僚でさえおそらく2000ページの英文を読むっていうのはできないと思うんですね。えー、忙しいでしょうし。はい、えですので、これ、まずは、あの、もう業者を動員してでもですね、えー、もう全部の訳文を作る。 でそして、はい、あのー、えー、官僚はもう全文に目を、全体に目を通すと。えー、で、そして問題を洗い出していく。 でそして一般市民もですねあのきちんとその全体を、まあ、のなるべく読んでいくと、はい、そういうことから出発しないと、ええ、国内の議論っていうのは全然できない今まま、TPP がどんどん決まってしまうと思うんですね、ええ、そして今後、本当に先ほど申しましたように、政治は TPP で決まったことだからということで、国内法をどんどん変えていく話になるわけですから、ええ、内容が分からないもので合意して、そちらの方に政治的な正しさっていうものが移ってしまったら、ええ、一体どうなっちゃうんだと思うんですね、日本の民主制度 政治っていうものは、はい、それで。 いいやとと思ってるっててることですかなんでですかね、だったらもう一問一句精査して、そうですね、一、ええ、問一句精査していくのが本当だと思うんですけれども、ええ、そうしないとと強く思うはずなんですが、ええ、それよりも、もう合意して決めちゃったから、ええ、何か国内で今から叩かれたら面倒くさいなと思ってるですね、はあええ、<laughs> なんかそういうお役人さんとか政治家が多いんじゃないかなと思うと。はあ 情けないですね,ですね <laughs> はいまた後ほどお話をお伺いします時刻六時四十分です今朝のコメンテーターは九州大学大学院准教授瀬照久さんです今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますがここから瀬さんにお話しいただくテーマこちらドイツとフランスが難民受け入れ継続で一致その課題とは フランスのオランド大統領、ドイツメルケル首相、二十五日にパリで会談して、過激化組織 I.S. に共同で対処することを確認しました。世、うんえー、さん、あのー、先日のパリ同時多発テロ、はい、そしてこれまた先日のですね、えー、トルコ軍が軍機が、はいえー、ロシア軍のその飛行機をですね、えー、まあ撃墜したという。そう、ね、まあなんだかんだ I.S. に世界中が かき回されている感じがしますね。で、今回ですね、そのフランス・オランド大統領、ドイツ・メルケル首相が、過激派組織 IS に共同で対処することを確認しました。両首脳、過激派の戦闘員が流入すること、これを防ぐために、新たな国境審査の仕組み、これが必要だという認識で一致しました。はい、シリアやイラクで戦闘員の訓練を受けた人物が、ヨーロッパ域内に流入することに、強い警戒感を示した ものですまあ一方でオランド大統領過激派と難民を同一視すべきではないとも主張しましたメルケル首相も人道的な解決策が必要だと応じて中東からヨーロッパに押し寄せている難民については今後も支援を続けるとの方針で一致しました対 IS 共闘で共同対処これを確認したわけなんですが戦闘員の流入防止難民受け入れこれ同時に行うのは 非常に難しいかと思うんですが、いかかですかいやどう考えても、これを同時にやるのは不可能だと思いますね、しかしだけど、追い返すのも難しいわけですし、えー、まあその結果、ですねおそらくヨーロッパは今後、警察国家化していくといいますか、はい、あのつまりあの治安の維持のためにですね、いろいろ国民を監視し、なんて言いますか、こう管理国家になっていくといいますか。 まあそういう国内にあの不信感っていうのがまあ非常に高まって、治安を維持するために、まああの国民をまあ監視するようなですね、人々を監視するような、まあそういうまあ非常にギスギスしたですね、あの暮らしにくい、下手するとこう様々な自由っていうのが制限されるような、 なんかだんだんこう全体主義国家に近づいていくようなですね、<laughs> なんかそういうことになりかねないんではないかと思うんですね。えー、あの、昨日の日経の報道だったと思いますけれども、あの、なんかドイツ銀行の統計か何かで、えー、ドイツが今後10年間で450万人の難民移民を受け入れて、えー、まあその対応に失敗した場合は、治安の悪化を防ぐために毎年100億ユーロを超えるコストがかかるんだと。えー、100億ユーロ、約1兆3000億円ぐらいですか。えー、まあそういう形でですね、治安の悪化を防ぐ ために。 えーまあ、かなりの手立てを考えなきゃな,ならなくなると、結局はさまざ、あ、まな形で人々を監視し、まあ、全体主義的な形で,です、ね、あの自由をどんどん制限していくような、えー、まあそういう形でヨーロッパの社会がかなり変質してしまうんじゃないかなという感じがしますね、はいえーまあ、これまでのイメージですと、EU って何のために作られたかというと、はい、人とか物とかサービスとかが、ですね、はい、まあこれはもうヨーロッパ各国の,その国境を取り除いて、はい、宣言協定とかね、はい、もうあの一つの国のような、 ああヨーロッパの,の EU の中だったらパスポートもいらずに自由に行き来ができる。 という、この自由ってものが、非常にこう、あ、素晴らしい世界になるんだなと思っていました。はいはい、ただ今回のように、こういうふうにその難民だとか、はい、あとその、過激派組織 IS だとか、はい、イスラミックステートですね。はい、これってだから EU の大前提としては、平和だとか、ね、えーはい、もう何もないという状況の中でしか考えられていなかったってことなんですね。はい、すねやはり自由っていうのは、えー、あの、社会を構成する人々の間に、まああの あ,ある程度、強い連帯意識といいますか、仲間意識があるところでないとうまくなり立たないんですね、えー、え要するに、ほっといてもある程度秩序が作られると、はい、えいうような状況がないところでは、自由な秩序っていうのはありえないんですね、えー、だけど今回みたいにこう移民、難民ですね、はい、まあそういう人々が入ってきて、あの国内の多様性が大いに増していくと、はい、でそうなると、秩序を作るっていうのは大変難しくなっていくんですね。<ー>でそこで秩序を作っっていいくためにはやっぱり権力と厳しい 法律ということになりますので、えーはい、だんだんその自由な秩序というよりはまあ、管理国家的になっていくという恐れがありますね、えーはい、さてその中東からヨーロッパに押し寄せている難民についてですが今後も支援続けるドイツです、はい、その影響でドイツ失業率が悪化するとみられております、はいえー、これはあのドイツそのヨーロッパに入ってきた難民のほぼ半分を引き受けてこの1年間で100万人と言われています、はい、で、審査パスした30万人が来年中に 職探しを始めるとこういういが出てますでその多くがです、ね、失業するというんですね、はい、というのも人手不足に悩むドイツ企業ですが、まあ、人が足りないとで、求人広告打ちます、でもそこにこう並んでいるのは、例えば機関車の運転士だとか、情報処理技術、はい、これ、どう考えても、えー、ど大学院卒とか高度な訓練、その職業の訓練を、えー、受けないと、就職が難しいような職種のようなんですね。ここに例えばですよあの教育 するとすると、教育支援にしても、お金がかかるわけです。はい、難民にとってのハードルっていうのは、非常に高いものなんですね。はい、さあ、この現実、この問題いかがですか。これやはり、えー、あの現実的には、えー、あのやはり単純労働につくようなことになると思うんですね。はい、そうなると。えー まあ、あの、全体、これ、あの、経営者とか投資家にとっては喜ばしいことなのかもしれませんけれども、あの、賃金が下がりますね。で、賃金が下がって、まあ、あの、失業率も、やはり、こう、難民移民が入ってきた分、職を取られてしまったっていうような形で、あの、社会的不満もですね、ドイツの今住んでる人々の社会的不満っていうのもどんどん高くなっていくと思いますね。で、そして、あの、福祉のコストもどんどんかかっていくということになっていきますけれども、 で私、一つあの懸念するのは、ですね、まあ、結果的にさまざまに社会にその人種の多様性、宗教の多様性というのが増していくと、はい、あの社会のやはり仲間意識というのが減っていくんですね、はい、でそうなると、福祉が縮小していくと思うんですね、<ー>つまり、福祉への同意というのが得られなくなって、えー、もうみんな勝手にやろうやって、まさにその自己責任社会になってしまうと。はい でそうなるとますま、あのヨーロッパというのは、もともとはこう福祉国家というイメージがありますけれども、えー、だんだん格差社会化していくんだと思うんですね。はい、これ、ある学術論文がありまして、あのアメリカがなんであのヨーロッパみたいな福祉国家というのを採用しなかったか。 採用できなかったかったと言いますとやはりアメリカはあの人種の多様性、またはその宗教の多様性などがヨーロッパに比べて大きいと。で、そうなってしまうと、あの国民の間にこう相互扶助意識とか仲間意識っていうのがあんまり育ってないんですね。その結果、アメリカは結局、福祉国家っていうのをヨーロッパのようには採用できなかったんだって。 いうことが研究であるんですけれども、えー、これがだんだんヨーロッパもアメリカ化していくっていうことになっていくんだと思うんですね、えー、つまりまあヨーロッパの福祉国家の終焉っていうのがもうこれで決定付けられてしまうんではないかっていう感じがしますね、えーえー、筋肉なもんですね筋肉なもんですねさて日本に目を向けると日本もその将来労働力の人口の不足、はい、まあこれが考えられます、えー、移民難民受け入れるべきか否かという議論なんかもあるわけですが、はい、これう 受け入れた場合、雇用に関してどういう問題が起こると考えられますか、はい、いやここも、まあ、先ほど話したのと,と同じですね、えー、やはり人件費は下がる、えー、でそしてあの福祉に対するですねあの国民の同意というのを取り付けるのもなかなか難しくなっていくと。はい、でそういうい形であの なんですか単純労働のようなものの人件費はどんどん下がっていく、でそしてあの格差社会化していく、だけれども、服して是正しようと思っても民主的な同意が得られないと、はい、あの相互扶助意識というのがなくなっていくと、えーで、そういうことで日本も結局はあのアメリカ型の格差社会になっていくんじゃないかなという感じもするんですね、でそしてやはりあのだんだん民主主義というものが形骸化していく可能性がありますねあの、国民がやっぱりまとまらなくなっていく。えーまあ、平等に関して しかも格差社会化してしまうと、これ,これやはりですねあの強引にやはり人違う人々を、えー、あのなかなかこう仲間意識のない人々を連れてきて、それで秩序を作ろうっていうのは、なかなか難しいんですね、えー、そうなっていくと、あの強引に秩序を作っていかなきゃいけないってことになりますので、はい、<laughs> やはり日本も先ほど申しましたような管理国家、警察国家化していくような方向に向かっていくんじゃないかというふうに思うんですね。えーえー、ですからこれあの まあ新自由主義のけ、まあ、経済学者っていうのは、はいええ、あんまりその国民の間、社会の中での人々の仲間意識とか、えええー、なんかそういうものっていうのを考慮しないで、あの社会を設計してしまうんですね、はい、ですけど、やはりあの社会っていうのは、こうある程度のこう文化的な一体感とか、えーこ、人々の間の仲間意識、そういうものの上に作られてるんですね。ええ、それ があの経済では、経済学者というのは分かってないのかもしれないですね、はい、と、あの一部からは国際的にも、ですねこれ、一部ですけれども、はい、もっと日本は難民を受け入れるべきだ、えー、みたいな声も上がってますよね。それについてははははですねやはり日本は私は 第一の前提として、難民が生まれないような世界を作ると。そちらに重点を置くんだっていうことを、ま、あの、宣言すべきだと思うんですね。そして実際に、これなかなか難しいですけれども、あの、移民、ま、経済的移民ですね。その貧しくて、あの、移動しなきゃいけない人々。またはその政治的な難民ですね。つまり、あの、 国にとどまれない、政治的迫害を受けるかもしれないだ。だから他の国に移るっていう人々ですね。これ両方とも経済的移民も難民も、なるべく生じないような安定した世界史上を作るんだ、えーで。そういうために、そのためにですね、日本は努力するんだっていうことをまあ宣言して、実際にやってあの、実際に行動すべきだと思うんですね。えー、まあ具体的には、例えばあの現在の,そのいわゆる新自由主義的なあの政策ですね、えーそ。そういうものっていうのは、あの発展途上国が自分たちの 産業っていうのをきちんとあの作っていくってことを、これを阻害しちゃうんですね、えー、例えば国営企業をこれ、どんどん自由化しろとか、あの外資を、外資の金融機関、どんどん入らせろとかっていって、あの新興諸国が、発展途上国がです、ね、あの自分たちの安定した産業、国民経済っていうのを作っていくのを阻害する傾向があるんですね、はい、でまた私が興味持ってるこの言葉の問題にしても、えー、自分の国の言葉であで近代社会を作る、近代国家を作る、えー、そういうのもやはりあの今、 まあこの英語全盛の時代っていうのは、はい、そういう国づくりができなくなってくるんですね、えー、そうなってくると不平等あの不平等な国際秩序というのが固定,化されちゃって固定化されている、でまたは政治的不安定。 っってていうのももここれれ固定化されちゃるるところがあるんですね、えー、ですのであの、そういうところをですねきちんと自分たちの国民経済を作るで自分たちの国の文化とか言語の上に国を作る、はい、そういうことを前提として経済的移民や難民が生じない世界を作るそれが前提であると。うん ででそういう形を宣言して日本は実際に努力する、でで難民とか経済的移民の受け入れっていうのは日本は消極的かもしれない、しかし、えー、その世界一首作りっていう点では一生懸命やるんだ、はい、なんかそういう姿勢を見せてほしいと私は思うんですねそれを、あのー、世界にアピール,アピールしてほすねでいいっていうことなわけですよね、はいえー、ですから難民とか経済的移民を受け入れる方が人道的だっていうのは。うんうん それだけじゃないんですね。はい。はい、せテルヒサさんでした。 はい、エンディングです。山形県天童市スーパーラフランス、う一箱3キロプレゼント4人ですね。発表です。東村山ミルクセーキさん当たりました、えー。新宿、うー、ターちゃんですね。当たりました。えー、こちらはゆで卵肌さん当たりました。えー、横浜ゴーゴーさん当たりました。おめでとうございます。えー、今朝のコメンテーター、九州大学准教授生、瀬照久さんです。えー、先ほど TPP の話もしていただきました。あの、この条文が、英文で2000ページ。はい。この前日本であの、まあ、あ一応、こう、 概要っていうのがあの、ねはい、97ページしかないっていう、これ全部読んでるのかっいうお話ありましたが、はい、どうでしょう、TPP に関して、まあ、これは英文というのは仕方がないかもしれないけれども、はい、一方で日本語っていうのは排除されている,るて、ね、そうなんですよね。TPP、はいえー、ののの条文文のの、はい、正式な文章っていうのは、はい あのいわゆるこのせ成分正しい文と書いて、成分ですけれども、はいはい、これ、言語はですねあの英語とスペイン語とフランス語っていうふうになってるんですね、はいで、日本語はその成分から排除されちゃってるんですよ、はい、これは私はおかしいな話だと思いまして、はい、TPP というのはもうほとんど経済規模で言いますと、もうアメリカと日本なんですね、すねえー、米国に次ぐ第二の経済規模を日本が持ってますので、はい、ですので、日本語も入れてよと私は思うんですね。 でもですね、結構日本語が排除されちゃってるんじゃないかと思うのは、例えば TPP にはあの政府調達という分野があるんですね、ええ、まあつまりあの公共事業の入札などに関することなんですけれども、ええ、えそれについては、あのー、この概要を見ますとです、ね、あのー、締結国は調達計画の工事、つまりその調達計画、こういう入札をしますよとかっていう文章ですね、ええはい、えそういうものっていうのは、英語を用いるよう努めること。 英語を用いるように努めることっていうのが規定されてるんですね。ですからもう英語であのそういう入札の公示などはしろよっていうことなんですけれども。 これ、日本にとっては大変不利だと思うんですね、えー、TPP ではあのそういう公共事業というのは、かなりあのなんですか小規模の公共事業まで国際入札しなきゃならなくなるんですよ、今度、はい、そうなると、地方自治体でも、あの英語で、えー、使用書を作る、<ー>発注書を作るということになります、でそして、えーえー、おそらくです、ね、あの事務手続きも、えーえー、英語でできなかったら文句言われることになってくると思うんですね、はい、そうなると、本当に英語が公用語にならざるを得なくなるんじゃないかっていう。 アメリカにぎゅうじられてるなって感じがしますね,そうですね